皆さんこんにちは、ヘルニアです。相方のマリサだぜ。アリスです。本日は KR 世界のセルビアをやっていく。セルビアは先の対戦で負けたのか、領土をブルガリアなどに分取られ、代わりにモンテネグロを持っている状態。それでも中核人口は多分200万人程度しかいない関係で、陸軍を10個師団出すこともしばらくは難しそうだ。まあそこは方法特有の錬金術で人を増やしていくとしまして、まず最初の敵はおそらくブルガリアですよね。すでに過去ブルガリアでセルビア、ルーマニア、ギリシャ、サラニアの時はオスマンを相手にした経験があり、今度は逆の立場となってブルガリアを追い詰めていかないといけないが、あの時はオスマンがいたから死ぬほどブルガリアプレイ辛かったけど、多分通常路線ではオスマンがいない分、三国でブルガリアを押し込んでいくのはそこまで楽な話じゃないだろう。ディシジョンには選挙についての詳細と軍備の回復についての内容が書かれているな。セルビアは一言で言えばバニラのブルガリアのような軍備制限がついていまして、そもそも徴兵することができません。ああ長い長いよ説明が。 KR 僕は30秒で読めない文章は基本読む気がないんだ。先の対戦に負けて軍備制限があり、今年選挙がありますってだけでどうしてこうも冗長に書けるのだろうか。そんなこと言わないでくださいよ、こういうのが好きな人もいるんですから。さて国家方針はしばらくの間産業系 NF を進めていきますと言ってる間にも、いつも通りのブラックマンデーが毒王とはすぐそこだし、セルビアも少なからず影響を受けるだろうな。こらきた厄災が、安定度や工場出力なんかにデバフが入ったね。消費財がないだけマシ。違うな、消費財にデバフをかける価値もほとんどないくらいにセルビアが雑魚ということか。多分本当のことだから、もうちょっとオブラートに包みなさい。ザーコザーコ。マリサさんがメスガキに。選挙の話をしよう。セルビアは比較的中道近辺の勢力がイデオロギーの多くを占めており、中道右派か中道左派かを選挙では決めるような感じだ。現在与党は中道左派に分類される共和党。このうち与党になる可能性があるのは、中道右派 NRS と、左派的な SRB、SPS と農民党は連立政権といっても支持率にはカウントされない勢力として、まあ後々の国家方針の取得できる内容に絡んでくる感じだ。今回は極右は前回、イタリアでやったのでまあいいかなと思ってるから、中道右派的な農民党を含めた NRS の選挙勝利、これをまずは狙っていこうと思うよ。で、選挙イベントがブラックマンデーの後ぐらいから大量に発生。まあ実際日本でも、あと1ヶ月くらいしたら参院選ということもあり、各党活発に動いているのがネットニュースや実際の街頭演説などで見て取れるから、数ヶ月前から動きがあるのも不自然ではない気がするね。話それるんだが、この前チャンネルの動画をヨーツベ側でチェックしたら、冒頭と冒頭と冒頭のネット広告が出ているのを見たんだぜ。まあネット広告なだけ平和なもんでしょう。この時代の政治運動なんて、ドイツを見ればやべえことくらい、暴力で溢れてますからね。アリスちゃんが言うと説得力が違うね。話をいい加減ゲームに戻して、セルビアの選挙は、先ほど言った主要3党の立場から見てイベントがそれぞれ行われるようだ。だから共和党と社会党を潰し合いさせて、その間に私たちが支持率を上げてのし上がっていけばいいってことだな。この国の問題は選挙だけじゃありませんよ。ブラックマンデーの影響を国家方針で地道に減らしつつ、この国でのベルサイユ条約のような水分制限があった国民精神を削除。これでやっと追加の軍を出せるようになったわけなんだが、予備人的が半個師団分くらいしかなく、やっぱ直接師団をもらったり徴兵法や補正が上がったりするのを待つしかなさそうだな。一応言っておくと、普通の KR 選挙ではイデオロギーの高い方が勝利することが多いけども、セルビアは特殊で、イデオロギー表示ではなく、ディシジョンに記されたものが勝つ仕組み。今は急進党と農民党の連立が、第一党になる予想ということだな。考えてもみたら、選挙始まる前からイデオロギー変動するのもちょっとおかしな話だぜ。どっちかっていうと、アメリカの上院下院システム。いやあれも変動しますね、失礼。要は上院下院の議員は個人的な事情でもない限り基本は変動しませんから。この表記する方は、現在の議員状況にして、ディシジョンで、選挙予測みたいに変動した方が面白いし自然なんじゃないかということですね。セルビアはわかりにくいけど、まあそういう選挙システムを導入しているということ。正直いいシステムで個人的には高評価だね。左側の産業系ツリーでブラックマンデーの影響をまずは消しましたら、お次はブルガリアのヨーグルトを粉みじんにするために、軍事対抗系のものが多い右ツリーを進めていきましょうか。徴兵可能人口アップとかがあるな。まあ確かに欲しいが、こんな弱小の貧弱で激弱な国では、一から作るよりもらった方が早いだろう。マリサさん、セルビアに何か因縁でもあるんですか？確かにさっきからかなり態度が冷たいよね。見せてないが、このセルビアプレイ、諸事情で5回くらいやり直してるからな。隊長の脳みそが9バイトのポンコツ仕様なせいで、さっき見た選挙制度の最低限の理解と、ブルガリアを倒すのですら、苦労したんだぜ。ひょっとして会長さん、ホイホー下手になってる？最近ホイホープレイする時間が少ないから当たり前なんだよな。逆に5000時間もプレイして、一時期ほぼ毎日ペースで、撮影及び投稿していたことに感謝してほしいわ。5月終盤は対抗リッシデンと CIV のおかげで別々のゲームを挟めた分、相当気分的には楽だったよ。同じゲームばかりですとネタ出しも大変ですしね。そのくせ、隊長が他人のネタを採用したことは多分 2% もないだろうがな。コスパを考えてください。てか誰もバニラのポーランドが見たいですとか、比較的普通のネタくれたことがほぼない気がする。大体バニラで来るのは手のかかるロマンプレイかルクセンブルクツバくらいですからね。何
なんて言ってる間に選挙が終了しまして、無事中道右派系の連立政権が勝利することになりました。まあ元与党が今野党第一党なわけだが、本当に現与党と野党第一党の支持率は現状ほぼ同じというギリギリの勝負だったんだぜ。金魚の糞がいることでかろうじて与党になってる感じだろうかね。まあそんなことはどうでもいい。そろそろブルガリアに対抗していく必要があるため、ギリシャ、そしてルーマニアを仲間として陣営に加えていくことに。彼らをどの程度頼っていいものか、ちょっとわからないところだな。借金王とヘタリアといい勝負の戦闘下手なイメージの2国ですからね。まともに戦ってくれるか、非常に不安だけども、ある程度は戦ってくれないと。僕ブルガリアの師団がきっちり訓練されていることは知っているからね。質の面では明らかに相手にアドバンテージがあるから、なんとか3方面、数の上で優位性を確保していきたいところだな。まあ、ブルガリアを攻めようとした瞬間武器の金魚を毒王から食らっちゃいましたけどね。カイザー嫌い。だからメンバーから消され、危ない危ない。またヘルメットおじさんブラック化するところだった。隊長が冷静な判断できるか非常に不安なため、私が指揮を取ってブルガリアに宣戦布告。っておいおい、まだルーマニアとギリシャには参戦させてはいないが、すでにかなりの数分散した状態で赤矢印なのかよ。AI ですと、パパーッとブルガリア倒していたイメージがあったんですが、まさかアップデートでその辺バランス調整されたんですかね。まあそれはそれでブルガリア戦を楽しむ目的ができていいじゃないか。バニラのスペインかスペイン内戦が本番で、その後馬力がポルトガルにすら劣るかすか、しなければまあいいんだってばよ。って戦いの方なんだけども、いきなり押し込まれてるじゃないかセルビアのカス。いえ、操作しているのはリアル会長さんなのでカスなのは会長さんです。負けたのは会長さんのせいであって、セルビアがブルガリアに負けたわけじゃないんです。地味に僕が好きなキャラのセリフをいじってくるのやめてくれない。大丈夫ですよ、視聴者には教養がないからこういうネタは通じなくて滑るんです。一番ダメじゃねえかってか、ブルガリア戦線を実況しろお前ら。ルーマニア、ギリシャを参戦させたことで多少ではあるが、ブルガリアの攻撃目標は内からそれたな。さらっとルーマニアはブルガリアがもともと突出して持っていたドブルジャ方面で包囲。なるほど、うまいこと連携なり地形を生かすなりで分断してブルガリア軍を弱らせていけばいいんですね。ならばルーマニア合流と同時に分断できないか狙ってみよう。補給ハブもあることだし、分断できればそういう点でもダメージを与えることができる、と思い川横断。後でここは線路を繋いで補給を確保していくことになるよ。気を利かせてくれたルーマニアが反対側から攻勢してくれて器用に分断。情けない、分断したところに当てる陸軍すらまともに捻出できないとは。最前線から抜いた瞬間、メインの戦線が脅威にさらされかねないからね。ただその点はルーマニア様のご協力もあり、なんとか分断を維持して殲滅。ルーマニアのドブルジェ殲滅もおそらくうまくいった模様ですね。ただその後も結構厳しくてだね。一気にマケドニア方面に押し込んで、ギリシャとの合流も狙いたいんだけども、この先は山だし、押し込むには戦力的にも人的等追いつかないものがあり、ルーマニアはルーマニアで、さすがにこれ以上押し込むのは難しそうだった。結局は野砲を組み込んだ精鋭師団をいくつか生み出し、敵の補給ハブプロビを強引に奪って、線路を後から繋いで、こちらの補給確保、アルバニアを使った分断作戦で敵を減らすことに。そのギリギリ押すのが無駄に時間かかってしまったせいで、気がつけばもう1938年、トルコがいた分の影響は、本当に大きかったんだろうなと思いつつ、なんとかそこにいる奴を許すな全員処断とみんな転がしの刑に。結局人を落としたのは、そこからもう半年経って、ルーマニアの協力のもと落とす始末。会長さん、ちょっとなまりすぎなのできちんと勘を取り戻してくださいね。いやじゃあ、ご褒美もない努力なんて無賃金で一日労働するようなもんじゃ。頑張ったらマリサさんがご褒美くれますって。あげねえよ、と言いたいところだが、そんな心にゆとりもない人間でもないぞ私は。そもそも隊長がイカれた時になんとかするのが私だからな。一ヨーグルトくらいで手を打とうじゃないか。一ヨーグルト意味深だと？こうしちゃいらんねえ。まずは腐ったヨーグルトがやっと和平を求めてきたので、ここでバニラに近い国境になるよう、領土を割譲して移転することに。しかしバニラでも同じに IMRO が、ブルガリア近くのマケドニア地域で復活し反乱してきました。今すぐ攻め潰そうと試みたが、謎の力で戻される迷いの森仕様で、どうやら IMRO 関連イベントや NF を進めていかないと制圧できないらしい。3ヶ月くらい経ったらば、強制的に戻されるのもイベント解除され、やっと主力部隊で叩き潰すことが可能に。敵は領土の規模からすれば、人民がまだいた方ですが、戦争直後の軍備が整っているセルビアを押し返すほどの力はなく、無事駆逐することができました。これで国内問題は解決だな。となれば次の問題は国外の勢力。具体的に言えば、黄斑のセルビア住民がいる領域の回収だな。それがこのセルビア、ユーゴの領土を全て取り返せればユーゴになれるらしく、ワンチャンいけないかと最後は因縁のオーストリアとの決戦を望む次第。しかしギリシャでは社会主義者により内戦が勃発中で、陣営から抜け出てしまい、何より領土を回復したとはいえ、セルビアとルーマニアだけでは、とてもじゃないですが、大国オーストリアの国力と人的についていけません。最悪ドイツもハッピーセットでついてくるんだから、情勢が有利になったタイミングで介入しないと自爆行為なんだぜ。さてガリツィア・ロドメリアを除いて、オーストリアは統一され、ガリツィアを食ったポーランドも、オーストリアと共にドイツ陣営に加盟。特王は AF ツロの攻勢により、どちらかといえば押され気味な展開となっていました。しかしなんでこんなドイツ弱いのでしょうか？まあ尺と都合の問題でもカットしたけども、ルーシー君がキーエフをもぐもぐタイムしてしまいまして、この
この世界では平然と100個師団くらい出すポテンシャルを持つ。彼がいなくなってしまったことで東欧戦線が崩壊、オーストリアらが早々に介入するという展開になってきている。これは領土奪還を目指すセルビアにとっては好都合ですね。しかしその前に、やらねばならないことがある。一度は兵を結んだブルガリアだけども、やっぱりうちの言うこと聞いてもらえるように傀儡になっていただくよ。後半と戦っている最中、万が一ブルガリアに後ろから刺されでもしたら、セルビアもルーマニアも実質的な罪ですからね。ルーマニアの協力もありブルガリアを素早く確保。ありがたいことに、ブルガリアについてはうちに任せてくれるそうだ。さて後方の安全が確保されたところで、いよいよオーストリアと行きたいんだけども、まだ24個師団しかいなくて、ちょっと心配な軍量に加えて、それとは別にスロベニアからフラコミ軍が上陸、セルビアができれば欲しかった、ユーゴ領域を戦後もらうことは、これにより難しいであろうことが確定してしまった。今すぐ行きたくても、NF を取るのに時間がかかるからな。最後の軍備を整えて、ナルハヤで介入していきましょうか。軍備というか、戦うための準備が整ったのはそれから半年後、一個でも師団が欲しいセルビアは、現地でも民兵が湧くように準備をし、オーストリア戦で万が一にも潰されないように対応したつもりだ。無駄に山岳兵だから、地味に統制も高くて使えそうだな。使えそうだなの意味合いはちょっと違うけどもね。もちろん、同盟国ルーマニアと、前回やった共和イタリアも、実はどさくさに紛れて仲間に加えており、独王からしたらこれで斎藤南と三方向に対応しなきゃいけない状況に。これだけ勢力の差があれば、オーストリアを倒すのもそこまで難しい話ではないな。ディプロマシー原理により、オーストリアが落ちればドイツもくたばるというのはある程度わかっていた。真ん中にいるやつからボコられる原理を、僕は勝手にチェコの原理と呼んでるんだけど、いやー、本当に背後の安全を守るってのは、重要だと思うだろこれを見れば、ベルリン占領までのレースが展開されて、悲惨だなこりゃ。1941年1月、ドイツも降伏したことで、まずはオーストリアから分割が始まることに。なお、奴らはスロベニア地方を盗んできやがったので、ムカついたセルビアはルーマニアにハンガリーとスロバキアの半分を、そして自身はベルギーの半分を割譲して、後で傀儡解放することに。悔しかったらスロベニアとクロアチア地域と交換だばーかってことですね。国境汚すぎてまたコメ欄は荒れそうだがな。ってなわけで、ユーゴスラビア達成は成し遂げられなかったものの、初期のセルビアからどうにか生き延びて領土拡大は達成できたな。最終的にはこんな感じになったというところで、KR セルビアプレイはここまで。ご視聴ありがとうございました。よろしければ、高評価、チャンネル登録の方、よろしくお願いいたします。陣営マップで見ればまだ多少綺麗、でもないなやっぱ赤ガエルはクソだわうん。